はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルブシです、信長の野望ではないですね。ごめんなさい、いきなり間違えちゃいました。太閤立志伝5の続きやっていきましょう。で、前回ですね、ついに上洛を信長果たすことができたわけなんですが、今回はその続きになります。で、早速ですね、イベントの方が始まってますので、ここからね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。木下様、今井宗久と申す商人が大殿に面会を求めておりますぞ。これ今井宗久っていうのは堺の商人の中でも、まあなんていうんですかね、座長クラスというか大商人の今井宗久ですよね。お初にお目にかかります。堺の町の今井宗久でございますということでやってきました。この度織田様がご上洛と伺い、ご挨拶に参りました。なるほど、わざわざ堺からやってきたんですね。上洛には何かとご入用かと存じまして、5000貫ほどご用意いたしました。この5000貫とかサクッと用意できるってすごいですよね。ただこの時代の5000貫っていうのが今の時代でいういくらなんでしょう。数億円とかそういう規模なのかな。あ、納屋助左衛門、これも同じく商人ですよね。で、納屋助左衛門は松島の壺をもらったと、送ってきたと。なるほど、これもね、いくらぐらいする茶器なんでしょうね。当時茶器ってかなり高価なものは、それこそなんていうんですか、一国に値するような価値があったとも言われてますけど、一体5000貫がいくらで、この松島の壺がいくらぐらいの時価総額なんでしょう、今で言う。まあ、ここはただ持ちつ持たれつという感じですよね。御用商人にもしますよということで、これで信長と今井宗久の癒着が完成したわけですね。さて、信長曰く、長州に限らずですね、石山本願寺をはじめとした寺社の力もそがねばならん。石山本願寺から5000貫、奈良の寺から1000貫、堺の町からは2万貫、そのぐらいは出させるかということですね。さあ、続いて、やれやれ、妙ね、や客が来たもんだということですが、おお、松永久秀か、今度は大殿との面会を求めてやってきましたということですね。松永久秀は、さっきの将軍、義輝公の暗殺に加担したと言われてますよね。その松永久秀が、信長のもとにやってきましたと。まあ、ちょっと先の話になりますが、うわ、松永久秀、ニヒルな顔してるな。結構ね、僕醤油顔っぽい顔してるんで、こういうニヒルな顔にすごい憧れがあるんですよね。松永久秀は一度信長を裏切ってまた帰参を許されたっていう結構珍しい武将なんですが、その松永久秀がやってきました。松永久秀って確か自分の城で最後ね、信長をまた裏切って信長に攻められた時、天野村雲だったかな、ちょっとごめんなさい、名前は間違ってたかもしれないですが、茶釜、信長が欲していた茶釜をね、それをよこせばもう一度許してやると信長が言ったのに対して、久秀はその茶釜の中に爆薬を詰めて爆薬を爆破して一緒に果てたと言われているこの久秀ですが、まあ、当然信長としては義輝を暗殺したではないかということで怒ってますけどね。いうこともニヒルですね。この世は弱い者は滅びるが道理。これで久秀も
信長の軍門に下ったという形にはなりましたね。で、この後のイベントの状況なんですが、この後は、義明が、まあ、信長と不仲になって、まあ、いわゆるその、朝倉にね、はじめ、朝倉はじめって言った方がいいのかな。全国の大名に信長を討てというようなね、形の例を発するわけなんですが、信玄はもうすでに死んでますよね、この時点で。なんでちょっとね、この先のイベントが史実とどんどん変わってきてしまうんじゃないかなというところはあるんですが、一応イベントの流れとしてはこの後は、朝倉軍と戦い、浅井長政が裏切ってみたいなね、そういったところになるんじゃないかなと思います。では、自宅に戻りましょう、一旦。いや、その前にお城に行って、じゃない、武家宅に行って、丹羽長秀のところに行って、築城を教えてもらいましょう。で、この後は、一度、自宅に戻って、ねね様とイチャイチャしましょう。もう膝枕とかね、しばらくしてもらってないからな、奥さんには。タイガールにはね、してもらえるんですけど、奥さんにはちょっとしてもらえないんでね、羨ましいですね。では、お城に行きましょう。表情が始まります。今月は内政を行いたいと言ってきてるか。いや、ここは合戦を行いましょう。旗のか、まずはでも三好を追い払った方がいいよね。勝流寺、勝流寺城、こちらを攻めましょう。よし、合戦だ。ここはね、ガシガシ合戦していきましょう。もう合戦していくのがやっぱり一番手っ取り早く領土拡大できますからね。ただ今回は信長は出陣はしないんだな。まあ敵は大した数いませんが、いませんが援軍は呼びましょう。で、ここで簡易戦闘を行っていきましょうね。まあ、三好に味方する武将もいないようなので、このまま簡易戦闘で勝利ができましたね。本当にこのままどん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 力をつけていく感じになってきてますね、信長は。で、ここでまた技能指示で建築をやっておきましょう。下級不死、壊れかけたものに対し応急処置を施すことができるということですね。よしよし、いいですね。で、あとはそうですね、モグラ攻めとかね、覚えると嬉しいんだけどなぁ。ま、もう徹底的に、茶器を振る舞っていきましょう。茶器じゃないね。お茶の場に引きずり出していきましょう。あとは弁舌も鍛えたいので、三井出のところにも行きましょう。茶席。こんなところかな。そしたらこの後は一旦岐阜の町に行ってまた用心棒を雇っちゃいましょう。まあ大したお金じゃないんでね、ここはもう切れたら常に用心棒を雇うっていうスタイルで行った方が無難でしょう。ではまたねね様の膝枕で表情まで寝ましょう。もうほんとこんな生活したいわ。
用心棒を雇うのもったいないじゃないかっていうのもありますけどね。家でゴロゴロしてるだけなのに。ではお城に登ります。さて、最近義明に関して見過ごすことのできぬ事態が発生した。もうここで義明ってね、将軍を義明呼ばわりしてますが、先に我らは都に救う、賊を成敗し上洛を成し遂げたが、我らのおかげで将軍になれた義明がどうも我らが煙たがっておるらしい。わしに感謝でもならぬ立場なのに、最近は当家の保身にも従わず独断の向きがある。しかも地方の大名と語らってわしを追い落とそうとしているとの噂もある。なんとそれを意識自体でございますなということですね。これでもう信長と義明の、関係が完全にね、溝ができた形になると思います。信長が義明に突きつけた電柱を着ては義明を怒らせるのに十分であった。ギクシャクしていた両家の関係に今後ますます微妙な圧力を生むことは間違いなかったということですね。さあ、三好家の攻略ですが、ここは方針意見を言い、合戦をまたやっていきましょう。三好のこの飯盛城を攻略しますか。よし、合戦だ。お、信長も自ら出陣ですね。秀吉ももうそろそろ家老閣に上がっても良さそうなぐらい、だいぶ頑張ってくれてますけどね。では援軍を呼んでいきましょう。飯盛山城は結構な人数がいますね、数でいうと。稲葉一徹少ないな、軍勢の数が。期待してたよりもだいぶ少ないけど、ただ敵に援軍が来なければ落とせそうな感じはしますけどね。よし、大手門陥落。戦力がここまで拮抗してるけど、やっぱり信長の方は和議の使者が来たか。飯盛山から和議が来ましたね。停戦してもらえぬか。お、そのまま戦いになるんですね。これこのまま行けば、何、三好家の軍団が敵の援軍として飯盛に迫ってる。これなんですよね、恐れてるのは。ここでじゃあ迎え撃ちますか。敵の軍勢の数がどれくらいかですが、うわ、多いな。めちゃくちゃな数いるな。はい、というところでちょっと飯盛城の攻略には失敗してしまいましたね。ちょっと残念な結果になりましたが、一度京都に行って用心棒を雇い直しましょう。この帰り道結構危険ですからね。では本拠地に戻ります。お、大殿がお呼びじゃと。陶器城をまかり越しました。うむ、またしても面白くない知らせが入った。義明が他の有力大名と盛んに連絡を取り合っているらしい。義明を探り、怪しい者が出入りしていないか調べろ。他大名を当てた書状を持っていたら問答無用で取り調べるのじゃということですね。ではこれで京都御所まで移動して、
久保様、藤吉郎、大殿の使いで参りました。おお、藤吉郎、お使いご苦労なことじゃ、と。珍しい茶が手に入りましたので、久保様に献上したく参上いたしました。ふんふんふん。さて、義明公の内情を探ってみるか。久保様、ただいま戻りました。うむ、首尾はどうであった。久保様の手紙に感激し、できる限り上洛を急ぐとの返事にございました。誰だ、この多大名というのは。せりゃーと言ってますけど、秀吉そんなに強くないんですけどね。他愛のない奴めと言ってますけど、これは誰に届けた密書だったんでしょう。ちょっと急ぎ、戻りましょう。で、信長に。と思ったら、ここで、野党か。何人いる？ 4 人か、多いね。しかも弓持ちが2人？弓持ちが2人いますね。先に弓持ちを片付ける必要があるな。ギャー！余計なことを。これでね、やられるようなことがあると結構きついからな。何？月影ってなんだ？超強そうだけど。まずいね、正面から戦うっていうのは、藤吉郎が。うわ！瀕死の状態に追いやられたな、早くも。回復とかがないからな。また煽られてるよ、秀吉が。大丈夫か、秀吉。よし、来た。もう一人も来れ。これで、ひ、でや。まずい。大丈夫か。危ないねー。お、用心棒が月影をまた使ってくれた。この月影って何？マジ強いんだけど。この用心棒大当たりだな、月影。まあ、体の具合悪くなるよね。こんだけしかないからね。先にちょっと自宅で 少し休ませてもらいましょう。ねね様の膝枕で体力を回復させてもらいましょう。月影覚えて。ちょっと今度月影覚えるために修行系は道場で修行するにしようかな。さあ、さっき手に入れた密書をじゃあ信長に届けましょう。動かぬ証拠をつかみましたぞ。義明公が義景に宛てた密書を見つけました。朝倉社と、ということで、まあ、信長と朝倉義景。信長、織田信長と朝倉義景は犬猿の仲だと言われてますが、その義景に対して義明が密書を送っていたということで、まあ、信長としてはもう、完全に切れモードですよね。では、ちょっと練兵場に行って、せっかくなので、施しをしましょう。じゃあ、最低でも600よこせて、じゃあ700しましょう。で、そしたら、表情まで9日しかないので、自宅に戻って、またねんね様の膝枕で、ほにゃほにゃしましょう。では、お城に登ります。今日は皆に大事な知らせがある。越前の朝倉義景のことじゃ。朝倉殿が何か。あやつはかつて将軍家をかくまった際、協力せずになかなか上洛しようとしなかった。それが第一の罪。
そして今また将軍家の上洛の命に背き、将軍家を奉ずるこの信長をもないがしろにしておる。これが第二の罪じゃ。よって将軍家を守る統計としては、捨ておけぬ、断じて朝倉義景を討伐するということですね。で、伊奈忠次は、朝倉家は浅いけど代々同盟していると、それを攻めていいものかということですね。その同盟の折にも、もし将来朝倉家と不和となり戦となる際には、浅井にも断りを入れるとの約束があるはずだと。これでね、結局、長政が朝倉につくのか、信長につくのかというところなんですが、おそらくここのイベント、このまま進めば、浅井は朝倉につくんじゃないかなと思います。さて、義景めどう料理してくれようかのうと。援軍の松平元康様ご到着。よし。これは金ヶ崎城攻めですかね。お殿、急死にございまする。お市の方様からお使いとか。お市から。これは小豆をね、この藁で両端を結んだものをこう持ってきて、自分が、尾張はね、小豆が当時、名産だったので、その、尾張の信長が、この小豆の両端結ばれてる状態で、挟み撃ちにされるよっていうようなことがね、案に示していたというふうに言ってますね。この小豆は我が軍のことでござりましょうということですね。袋の両端を縛る暇はおそらく朝倉家と浅井家。このままだと挟み撃ちに遭うということをお市が教えてくれたんじゃないかということですね。さあ、逃げましょうということで、どうかそれがしにしんがりをお命じくださりませ。しんがりっていうのは退却する軍勢の一番後ろ、まあ、敵の追撃をね、食い止める役割のことなんですが、まあ、実際、藤吉郎だけ、秀吉だけでしんがりを務めたわけではなく、光秀とかもね、しんがりを一緒に務めたというふうに言われていますが。さあ、では、このしんがりをね、見事に、止め切ってみせましょう。浅井長政の裏切りにより織田松平の連合軍は撤退を余儀なくされたということですね。さあ、ここでじゃあ追撃戦なんとか退けていきましょうか。さあ、越前国の戦いということで、どう戦っていくかというと、まあ、敵をね、倒せばいいだけではあるので、ここまで、それなりに培ってきましたからね。まずは敵の出方を待ちましょう。敵がパラパラとやってきてくれれば閉めたもんですからね。一体ずつ確実に葬っていけばいいけど、敵は動かなそうですね。なので、こちらから出向きましょう。まあ、敵のね、その軍勢の数は全く同じ数になってますんで、そうなると、いかに集中攻撃ができるかっていうのと、持ってる特技次第かなというところになってきますね。じゃあ、この木の手前で伏兵として隠れてましょう。まあ、いきなりね、義景を撃ちに行くっていうのが一番良さそうなんですが、数がそんなに揃っていないというのもあるんで、ここは
地道に行きましょう。で、早速特技さみだれ打ち発動しましょう。まだ始末はできないか。よし、まず1体退けましたね。こんな感じで格好撃破をしていきましょう。で、次は敵のターンになりますね。まあ、吉影に迫れればもちろんそれが一番間違いないので、吉影に迫っていきましょう。徐々に徐々に。ここもさみだれ打ちを使っていきます。まあ、なんか楽勝ムードが漂ってきたな、これは。お、弓術の連達者になったね。弓術の技能を極めた者に与えられる称号。何、称号だけ？称号よりもなんか、統率とか上げてほしいな。ちなみにちょっとね、お届けできていないんですけども、軍師の称号を手に入れることができたので、統率がプラス6になってます、秀吉は今。さあ、では吉影に切り込んでいきましょう。ぜひともとどめは自分で刺したいな。まだ早いね。何？氷を吉春が撃破したか。自分で撃破したかったけど。まあ、半兵衛がね、先行第一になってくれればいいでしょう。氷を吉春も、吉影を最後、撃ってくれましたからね。さあ、これで姉ヶ崎の、金ヶ崎の退き口ですね。は、なんとか勝利することができたか。危なかったな。着いた、ついに帰ってきた。とにかく王殿に報告だ。まずそれを済まさねばと言ってますけど、もう僕としてはね、まずネネ様のところに行ってあげてほしい。すごいね、心配してると思うんでね。む、猿か、よくぞ戻ってきた。陶器を代表して礼を言うぞって、まあ、信長からこんなこと言われたら秀吉大感激ですよね。しかし我らを裏切った長政、そして吉影の逆賊らは断じて許すことができぬ。これで、姉川の戦いへと発展していくんですよね。さあ、ただただここで本願寺が織田家に反旗を翻したということで、もうここからはね、信長包囲網感が半端ないことになってきますよね。さあ、この毛利じゃない、本願寺をね、裏から糸を引いているのは、これも義明だということですね。はい、というところで今回は、金ヶ崎の退き口ですね、上洛の後、朝倉攻めを行ったところ、長政が裏切ったというところ、皆さんと一緒に見てきました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。